せーの、かなこばショッピング第7回目始まるよ。はい、かなさん、はい、もうハロウィンも終わりましてクリスマスになりますが、なります。ハロウィンコスプレしましたか？ハロウィンコスプレはしていません。僕もしてません。仕事してました。そうですね、はい、クリスマスでパーティーでコスプレしてください。コスプレでパーティーやりますよね。はい、わかりました。はい、今日はクリスマスに間に合う商品から年明けの商品までいろいろ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回紹介する商品はですね、まずはモンスターハンターになります。はい、はい、カプコンフィギュアビルダーというですね、すごくよくできているちょっと大きめの、はい、フィギュアがあるんですけども、はい、これのクリエイターズモデル、すごいできてますね、よくね。これの、はい、今回ご紹介するのは天水流バルファルクですね。はい、はい、これなんかクリアパーツとかもついててかなりよくできているんですけど、はい、これがクリスマスに楽しめるということで12月21日発売予定となっております。はい、はい、続きましてまたモンスターハンターの商品、はい、先ほどご紹介したあの、はい、ガビガビした大きいバルファルクと同じシリーズのカプコンフィギュアビルダーの、これはあのちっちゃいバージョンのやつですね。はいはい、スタンダードモデルといいまして、はい、スタンダードモデルプラス、ボリューム9ですね。同じシリーズになっておりますか。はい、でこれはモンスターハンターワールドの、はい、新作ですね。そうなんです、新作のモンスターたちなんですけど、いち早くクリアになると。はい、イカプコンでは単品売りではなくて薬なので、はい、はい、この6種類がボックスで手に入る。そうですね、はい、6個入りにて販売、1月23日発売予定でやります。はい、一応ちょっと見てみるとですね、はい、これドスジャグです。そうなんですよ、これアプトノスという、多分食べてる口から出てる、なんかすごいあのパラペコモンスターらしいんですけど、あとまあ定番のレウスですね。はい、このプケプケの、プケプケ可愛いですね。これちょっとね、舌がめっちゃ出てる、可愛いです。これね、PV とかでよく出てくるんですか、ゾラマグダラとして、ゴツゴツしてます。ゴツゴツしてます。ヨーガをしてますよね。で、これが、これ、かわいい。これ、オプションパーツついてるんですけど。石ね、岩。岩？これなんか、これで身を守るらしいですね。いいですね、いいですね。で、これがアンジャナ。これなんかすごくモンスターハンターっぽいモンスターですよ。ロリコですね。はい、この6個が、はい、セットになっていますので、ぜひ。はい、続いての商品はこちらになります。モンスターハンターです。はい、モンスターハンターワールドの、e カプコン限定版でお付けしているオリジナルのヘッドセットの、リオレースモデルとなります。はい、こちらのね、左側にですね、調査団のですね、紋章が入っておりますので、はい、それとこの柄が、そうなんです、これモンスターハンターの、はい、あのレウスですね、リオレウスの鱗を、はい、鱗をちょっと全体的に入りますね。さりげなくおしゃれなデザインになってます。はい、で、これボイスチャットが、ね、できるので、はい、ぜひモンスターハンターの世界で、そうですね、ワールドをぜひ、はい、オリジナルのヘッドセットで遊んでください。はい、お待ちしてます。続いての商品はオオカミになります。はい、はい、お願いします。はい、イカプコン限定でオオカミの11周年、11周年ワンワンスペシャルコレクション、なるほど、11周年なんで1日でワンワンっていうのを15商品展開してるんですけど、はい、今日その中でもなんと原画を一つ目玉、はい、持ってまいりました。じゃーん、こちら、もともと狼のオリジナルの、はい、あの妖怪とかのデザインを、はいはい、されていた竹安沢木さんに、描いていただいた書き下ろし、はい、書き下ろし、ゲーム中にもかなり感動的なシーンに出てくるイラストをそのまま、お、竹安の原画なんですね、これは。そうなんです、これを書いていただいて、こちらをですね、はい、あの G クレアートというすごいあのめちゃくちゃ綺麗な、複製ゲームそちらを、1万8000円で販売いたします。はい、ここに僕が落書きしちゃうとそれが複製されてしまう、そういうことですね。ちょっとこれはじゃあ、ね、はい、次の商品に危ないから行きましょうか。はい、はいはい、もう一つの商品こちらになります。はい、はい、こちらはですね、ブナの木をくり抜いて作ったお弁当箱なんです。はい、1枚の木で作ってるんで、はい、つなぎ目も全然なくて丸コロンとしてて可愛いですね。はい、こちらもいいですね、しっとりして、はい、オリジナルのデザインが、このオリジナルのデザインですね、はい、という感じでですね、全部で15商品も
なるほど、はい、その中でですね、吉村健一郎さんと島崎真理さん、はいはいはい、この間もあの、ね、花札で先月一緒に、うんね、はい、ご紹介させていただきました、はい、あのお二人にも書き下ろし文をたくさん書いていただいておりますので、はい、こちら、来年の1月11日同じくワンワンワンの日まで予約を受け付け、はい、中、はい、おりますので、はい、クリエイターとしてはその3人が、はい、そうですね、書き下ろしで、はい、あ、楽しみですね、はい、ぜひ皆様ご予約お待ちしております。はい、はい、ということでもうエンディングになってしまいましたが、はい、ここにある商品をさらに紹介するんですか？そうなんです、エンディングなので紹介する、はい、あの今までもね何回かご紹介してますが、はい、あの B サイドレーベルさんとの C、はい、こちらもモンスターハンターワールド、はい、ワールドなんですね、はい、出ているんです。そうなんです、なんかねちょっと今まで高い商品ばっかりご紹介しましたけど、はい、こういう400円とかの可愛いステッカーとかもありますので、ぜひ、はい、絶賛予約受付中でございますので、はい、よろしくお願いしますということで、はい、もう第7回で終わってしまいます。はい、ということで、はい、次は年末、年末大スペシャル、そうですね、そうなるんですか、大ノープランノープラン比べてましたね今。じゃあちょっと年末はまた何か一緒にしましょう、ね、あるかもしれません、楽しみに、はい、はい、ということでお待ちください、次回も、はい、よろしくお願いします、ということでまた見てね、はい、バイバーイ、バイバーイ。